ないんですけど、ファンクラブっていうですね、崎陽軒ネタをこう思いつくたんびに上げているというフェイスブックページがありますので、まあ、もうでもすごいね、1000人、2000人ぐらいなんかいると思うんですね。そうですね、前田も横浜ダイヤモンド地下街限定の弁当とかを上げてたら、やっぱりすごいたくさんの方が見ていただけたみたいで、うん、何人だったかな、5000人ぐらいの方が見ていただいたのかって言ってました。おー、すごい。いやでも崎陽軒さんって本当そういういろんななんか崎陽軒ラバーの人たちが宣伝してくれてますよね。あんま聞いてないけど。はい、いやまあそうですね。はい、ありがとうございます。じゃあ他に、あ、じゃあこれ質問でもいいけど何でもいいですよ。すみません、横浜本家街道東海道三宿の町おこしの活動をやってます川田と申します。こんばんは。はい、すみません、ちょっと諸事情で今ちょっと太平洋沖の方に住んでるんですけども、今日このイベントを楽しみに横浜にやってまいりました。素晴らしい。で、ですね、ちょっと一応先に質問させていただきたいんですが、かまぼこの話は出てましたけど、たけのこ、こちらは鈴木さんのですか。お、これは企業秘密じゃないか。企業秘密か。わかんない。横浜にこだわって横浜の食材を使ってらっしゃるのかなと思って気になったんですが。そうですね、横浜の食材にこだわってうちもお弁当を作ってるんですけど、なかなかこう横浜全部というわけだけではないですね。はい、鈴木くさんではない。そうですね、安定調達という部分で難しいところがありまして、いろんな産地のものを使わせていただいてます。そうです、はい、ありがとうございました。はい、皆さんと一緒に楽しくお食事ができてすごく嬉しかったです。明日もちょっとお土産で買っていきたいと思ってますので、やっぱり買うとしたらどこがいいのかなと思って。どこでもいいんじゃない。どこでもいいんじゃない。12月から早めに午前中に行かないと切れちゃいますかね。そうですね、本当にこう、はい、皆さんつぶやかないでくださいね。私ちょっと鳥が多い、発注数が多いところを知ってまして、某横浜駅東口にあるデパートさん抜いてきた、ね、あがちょっと数が多そうな気がしますので、ありがとうございました。つぶやかないでくださいね。ここだけの話ってやつですね。はい、営業時間が一番長いのはあれですよ、はい、横浜駅の売店ですよね。そうですね、営業時間。横浜駅の中央通路にある売店が10時半まで営業して、で今日見てきたらあと2個残ってましたけど、なるほど。だから僕は買おうとしたらあそこかなと思ってたんですよ。なるほどね。いやでも本当にね、買えなかったっていうつぶやきが何件か見ましたね、今日は。ヤフーのリアルタイム検索って知ってます？ちょっと見てみようか。ヤフーという会社がですね、ツイッターとフェイスブックを、ツイッターとフェイスブックの投稿のみをですね、検索するあれがあるんですよ。あ、宮島さんベストツイートになってますね。191リツイートされてますよ。一番新しいのは5分前ですね。14分前、15分前、あ、ここの会場から、これ Facebook もね、全員に公開にしてると検索に引っかかってくるんですけど、まあそれにしてもひょうちゃんで検索するといっぱい出てますね。すごいですね。ね、あとすみません、もう一つなんですけど、はい、私、Facebook の方の公開グループ、アイラブ横浜の方に今日の模様を投稿させていただきましたので、こちら公開設定になっておりますので、もし、Facebook やってらっしゃる方がいらっしゃいましたら、グループページ、アイラブ横浜、こちらの方で、はい、上がっておりますので、よろしくお願いします。はい、了解です。じゃあ、他に何か感想でも意見でも、何か言いたい方います？これアイラブ横浜。これ。これ。よろしくお願いします。
猫、ね、上がってないです。あの逃げるシールもこれあげてる。まあいいか。はい、はい、じゃあちょっと他にどうでしょう。じゃあファズラボ館内にも聞いてみましょうか。増田さんはあの南区にあるあの老舗の和菓子屋の息子というふうに聞いてるんですが、何言ってんの。集めてるね。ちょっと一言感想。私のうちは今持ってまんじゅう屋でして、あの月に1回のお休みの日は必ず母が横浜駅に来て崎陽軒のお弁当を買ってきまして、夕飯食えと毎月崎陽軒のシウマイ弁当を夕飯に食べておりました。でやっぱり最後にあんずは食べてました。あんずは最後で今日はないのがすごい残念です。うん、確かに。であと今これ9個揃ったんですけど、あと5個欲しいですね。写真を撮りたいです。あ、種類、あ、種類、はい、はい、ご協力お願いします。あと借りたい人誰だか分かんない。あの増田さんはあのこの隣に僕ら の, あのシェアスペースがあるんです。そこに今ねファブラボ館内というのがあって、今 3D プリンターが6台ぐらい、5台ぐらい、8台、8台あって、あとレーザーカッターとかデジタルミシンとかペーパーカッターとかミリングマシンというドリルとか、まあ、いろんなあのものがあるんですけど、実はこの大成ビルというこのビル、今度この4階の7号室にあのファブラボを移してですね、24時間365日作りができるスペースを、まあ、頑張りましょう。おー、あの必要ということで今あの検討をしております。増田さんでした。じゃあちょっとあの本日最年長、まあ、多分あのどこに行っても最年長ということが多い昨今じゃないかと思うんですが、あの今日はあの元町からあの杉島さんってあのもう本当に、何でしたっけ、87ですか。ちょっと一人感想とお話を。わかりました。皆さんこんばんは。こんばんは。私は女房を3年前に亡くしましたので、今日はこの弁当が食べられるとんで飛び込んできちゃったんで送ってきてすいません。3食外食をしてます。まあ話は元に戻りますが、私はあの横浜生まれの横浜育ちで、崎陽軒さんの弁当を食べながらもう育ってきたという感じでございます。もう私はあのそこの、港未来のところにあった三菱重工にいましたので、出張というとも弁当を買って、これをおかずにしながら夜夜行で行くときはこれをおかずにしながら、お酒飲んででもぶっと寝ちゃってご飯残したと思います。でどの弁当を買おうかっていうときは、まあ、今よしとするわけじゃありませんが、崎陽軒さんのを選んで必ず言ってました。ただこれを開けたら何から順番に食べるかというのはいつも課題でございまして、タケノコは多少あれですけどね、タケノコとそれから、シューマイとそれとご飯とコンバインしながら食べて、そういう思い出がございます。まあ、山下町にもお店ができて一時話題になりましたけども、あそこシューマイいっぱいあるのにね、あのあそこのブラジルの前のところで、お宅の今の社長さんも前の社長さんもあのよく存じ上げてました。あそこのなんだっけ、あそこの妙霊の山の上でお邪魔したことございました。そんな思い出がいろいろございました。ただひょうちゃんが60年になったということでございます。今年は終戦70周年です、ね、いろんなイベントがあるんですが、まあ還暦だということですが、私は円が360円だ。こういう弁当